せーの、みなさんこんにちは。今日はチヂミを作ります。今日お友達に来ていただきました。はい、あかねちゃんです。はい、りょうちゃんです。はい、今から作ります。はい、今日は芸能人さんに来ていただきました。あやちゃんです。はい、あやちゃんがニンニクをちょっと潰したいって言ってるので、はい、はい、お願いします。すごいですね、この機械。そうなんですよ、楽ですよね。これ入れ物も売ってるの？入れ物韓国で売ってます。すごい安いよ。ニンニク潰す500円とか500円とかで買えるよ。そう、いいよね。生姜も潰せるし、何でも潰せる。すごいで、軽いしね。あ、そうか、中もちゃんとなってるんだ。そう、小ぎ、すりばちみたいな。もっともっと潰すの？あ、そうだ、もうちょっと。あかちゃん、うん、あかねちゃん、あかねちゃんやる。あかねちゃんやるね。すっごいニンニクの匂い。ねえ、すごい匂いよね。ピンクにピンクが合ってる。ピンクにピンクが合ってますね。オールピンク。うまいね。さすが芸能人さん。はい、オッケー。はい、で、じゃがいもがあるんですけれども、これを吸って生地の中に入れるとすごく美味しいです。で、頑張り、そうで、りょうちゃんにやってもらいます。私ちっちゃい時に、おばあちゃんがチヂミ作る時にいつもそばでじゃがいもとか玉ねぎをすりおろしてやってました。これを入れるとすごいね、もちっとして。あ、もちもちするのね。うん、1個分入れちゃって大丈夫？1個分入れちゃいます。半分きのこチヂミと野菜チヂミ半分ずつ入れたいと思います。じゃあ頑張ります。はい、お願いします。じゃあ今からこのプチンカルを2カップ入れます。プチンカル、プチンカルっていうんだ。プチンカルっていう、ガルが粉で、ブチンはあのチヂミを焼くっていう、焼くっていう動詞がブチだ、だけどそれの名詞の形がブチンっていう、だから焼いたものっていう意味かな。うん、山芋入り。あ、本当だ。そうで、今2杯入りました。で、水は 1.5 ぐらいかな。うん、はい、結構1で、半分ぐらい入れて混ぜましょう。で、その後ちょっと様子見ながら、これで混ぜていきまーす。まだとか、うん、はい。で、こちらきのこに使う生地を今こう全く同じ分量で、粉が2杯、水が 1.5 カップ入って今混ぜてます。はい、はい。で、先ほどニンニク潰したやつを、タレ、あとでタレ作るときに使うのが、まあこれぐらい、小さじ1よりもうちょっと多めに入れて、あとさっき残ってたやつ半分分けてこちらに入れていきます。ニンニクは何個入れたんですか？ニンニクは最初4個入ってました。4個ね。で、タレ用が1個と3個を半分に分けて入れます。1個ずつでも全然大丈夫です。ニンニク入れた方がね、絶対美味しいです。結構入れるね。で、入れました。その後、これ、じゃがいも、この子を半分分けて入れていきます。柔らかくなりますね。柔らかくなりますね。ごま油、大さじ1入ります。ここでもうこの油ね、入れちゃいます。で、混ぜてください。はい、混ぜてください。はい、卵1個今溶いてるんですけど、これをこっちの生地の中に1個ずつ入れていきます。入れまーす。ダーン、ダーン。はい、次これ。はい、混ぜます。はい、混ぜて飲むじゃなくて飲むんじゃなくて、需要競争にね、入れてください。はい、そしてまた混ぜ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 します。で、今から肉と野菜をこちらに入れて、きのこはこちらに入れて焼いていきます。はい、今日使うきのこはしいたけとしめじとまいたけ。はい、
はい、この3種類を使います。はい、舞茸美味しいよね。美味しいね。他の市の人が驚るほど美味しかったっていうことで舞茸と。あ、そうですか。喜んだっていうね。うわー、さすが。はい、今豚肉入れました。ひき肉焼いたりしないんだ。この後野菜ももう全部入れちゃいます。お皿が小さいな。そしてとこちらキノコを全部入れて、たっぷりたっぷりたっぷりキノコを、で混ぜてください。キノコワールドです。はい、ネギも入れていきます。ネギじゃなくてニラじゃないですね。そうなんですよ。ニラがあったらニラを入れてもいいんですけど、うん、もうない場合は冷蔵庫にある野菜何でもいいんです。じゃあ今からキノコを入れていきます。一玉でいいです。はい、いきます。はい、入れてください。いきます。結構油引いてますね。そう、大さじ2杯。うん、こんな感じで平らにした方が、もうちょっと入れよう、うんうん、ちょっと足りない、うん、もうちょっと入れて、もう平らにして広げる。分厚くなっちゃうもんで。なるほど、平らにするんだ。そうそうそう、結構強火で焼いていきます。どれぐらいになったらひっくり返すの？はい、見て見て、ここほらちょっときつね色になったでしょ、うん、もうひっくり返します。はい、あかねさん頑張れ頑張れ。くちゃくちゃちょっと待ってハプニングはい、ハプニング、ちょっと待って、ハプニングよいしょ、やったハプニング、キノコどこのこのくもりのキノコ。そっちにはネギ入れて、こっちには入れないんですか？入れないんです、うん、こっちはもうオンリーキノコで、もうキノコの風味をもうこうやって感じたいんです。感じたいんです。はい、今からタレを作っていきます。はい、じゃあまず醤油を、うん、6、ね、醤油6、はいはい、お醤油6杯入れました。はい、次砂糖小さじ1入ります。はい、次これニンニクとネギ、みじん切りにしたネギを入れます。はい、いきますよ。します。次胡椒お願いします。はい、はい、胡椒ね。これ胡椒してないですか？胡椒してないです。正常です。大丈夫です。どれぐらいですか？あと、もうちょっと、6回しぐらいです。6回しぐらいです。じゃあ次は、うわ、何これ、ごまです。ごま、ごまはたっぷり。何のごまなんですか？いりごま。おしゃれですね。これね、大工さんがプレゼントしてくれたの。見たことないですよ、そのパッケージ。すごい香りいいです。これ入れます。小さじ1ぐらい。はい、はい、混ぜます。ごま油忘れた。はい、ごま油、ごま油も小さじ1。オッケー、混ぜてください。はい、混ぜます。で、もしこうやってやるのめんどくさいわっていう方は、うん、味ポンで大丈夫です。ポン、味ポン。食べるよ。はい、はい、今からあやちゃんとあかねちゃんが試食をします。いただきます。はい、どうぞ。うん、いい音してる。サクサク、サクサク、ビールが飲みたくなっちゃいます。ビールが飲みたくなっちゃった。あ、それ油から、油だから。今からキノコチヂミを食べてみたいと思います。はい、いただきます。いただきます。お、あ、すごいサクサクいってる。うん、なんかキノコの風味はさ、そんなに強くないね、うん、あんだけ入れたのね。あ、おいしい。ぐるぐるぐる、舞茸、うん、舞茸、ニンニクの味がすごい、うん、あ、する、うん、ニラなくても美味しい、ね、美味しいね。うん、ニラなかったらニラ入れなくても大丈夫です、うん、畑で採れたネギでも大丈夫。 OK。 さっき味見したらちょっとね、甘みが足りないので砂糖を小さじ1もうちょい入れます。これで混ぜてください。あやちゃん、ちょっとこれ味見してみて。おいしい、おいしい、うん、よかった。まゆう、まゆう、待て、まゆう、 OK。野菜チヂミ入れていきます。おー、いい音だ。ねえ、ねえ、人参が入ってるね。
パプリカとか入れてもいいですよ。なるほど。色がさらに、そう、さらに、あ、違う、あ、違う、ハプリン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 。ほら、ここ見て。ちょっとこうやって焼き色がついてるだけ。うん、いいね。もう熱い。野菜ができました。はい、およっしゃー、いちょっとハプニング、ハプニング、ハプニング3回目はい、食べましょう。はい、試食です。はい、食べて。あー、やっぱ焼きたて最高だよね。最高だね。焼きたては美味しそう。お、どうぞ。いや、たたた、ふふしてよ、ふふしてよ。いただきます。いただきます。私猫だから無理。うん、まずいな。あの、この先輩たちすごいよ。嘘だ。嘘、熱いよね。だって絶対油重々だったよ。私絶対食べれない。粉っぽくなくていい。おねしょ、さすが。美味しい。美味しい。あ、うん、ちょっと冷めてから食べてよ。野菜の甘みがすごい出る。もう匂いもすごい甘い匂いがするもんね。うん、このひき肉最高。あ、そうなんだね。ひき肉ですね、うん、もうあっという間に焼き上がるし。そうだね。バラ肉も手間がなくてね。うん、そう、バラ肉も使ったんだけども、切ったりせんでもいいからね。そうだね、うんうんうん、栄養満点、うん、栄養満点だし、ね、特にちっちゃいお子様いらっしゃる方はひき肉使うと食べやすい。食べやすいね。お肉が苦手な子供もここに入れちゃえば。そうだ、ひき肉食べれる。そう、慣れないですね、うん、きのことお野菜どちらがよろしいですか。こっち、私こっちの方が好き。甘いの、うん、いろんなお野菜が今下がりました。はい、今回は断然野菜、うん、キノコ負けた ね、 ね。はい、残念。残念。でも美味しいよ。タレタレタレ、超猫なんで。どうですか。どう、待て、うんうん、どうですか。もちもち、うん、すごい美味しい、うん。ビール飲みたくなっちゃうね。またビール。またビール。ノンアルコールビール買っとけばよかった。今からちょっと走って買ってきましょうか。行ってきまーす。おいしい。おいしい。うん。ももちゃんも食べたら。いいよいいよ、あの、私は役でお客さん食べて。おもてなし、おもてなし。